はい、おはようございます。ガッキー、おはようございます。おはようございます。はい、今日は平日なんですけど、なんと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 二人とも学校お休みしております。イエーイ。家じゃない、家じゃない、家はダメね。ね、リミで、長袖、うん、はい、でね、はい、なんでお休みをしているかと言いますと、はい、実はですね、まあ全国でいろんなところに今被害を受けてるんじゃないかと思うんですけど、私たちのところにもついに、はい、はい、爆破予告いいですか、はい、が来たんですよ。はい、はい、でね、キャーと思って、そう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 、ね、来た次の日には、うん、爆破予告の話題しか出てこなくて、そうだよね、びっくりだったね。でもね、まさか自分たちのところにも来るとは思ってなくて、ね、で前ねテレビとかのニュースで見てたんだけどやっぱ学校全体がその何爆破予告が12時とかお昼だったらそれまでに早退をして帰るっていうのを見たことがあるんだけど、でももういろんなところで起こってて、でも一向にやっぱね、もちろんそれでいいんだけど何も起こってないんですよ、どこもね。はい、だからまあうちのいとこも起こってない、うん、何も起こってないよ。そう、そうだからうちのね、方の対応としてはまあお任せますと、はい、そのご家庭で決めてくださいっていうことだったんです。学校自体はもう朝から夕方までやってますと、うん、ね、うん、なのでまあ心配 100% 安全って言い切ることはまずまあできないと思うので、心配だったらお休みしてもいいし早退してもいいし、その代わりも早退にもしないし休んでも休みにはならないというね、意味やばいよことになったんですよ。はい、はい、でね、ママはまあ大丈夫かなと思って最初は全然普通に行っておいでっていう感じだったんですけど、意外や意外、やっぱねみんなね結構早退とか休むとか周りがそういう感じだったんだよね。結構ね、だってしほちゃんのクラスは結構多いんじゃないの、休み人多いと思うね。リミのクラスも結局仲のいいお友達みんなお休みだもんね。でも一人行くってでも多分ね行ってる人の方が多いと思うんですよ、全体的には。はい、で早退はほんとね、行ったらすぐ帰ってきてお迎えも行かなきゃいけないし、だったらもう早退するならじゃあお休みしようかということで、我が家はね、そう、お休みにしました。はい、まあね、でもちゃんと午前中は勉強を一生懸命しましたね。はい、でゲーム、はい、ゲームも通常学校が終わる時間まで禁止ということで一切触ることもしません。はい、はい、ね、みんな学校に行ってるんだからその間遊ぶことは絶対ダメだから、ね、みんなが帰ってくる時間まではそういう娯楽タイムはないですね、はい、それはしょうがない。 YouTube はちょっとだけお仕事なので、我が家族にとっては、はい、この10分ぐらいの間はちょっと時間をお借りして撮影はしてるんですけど、まあそれはね休憩の時間をちょっと撮影に当てるぐらいの感じなので別にそこまではいいんじゃないかなと思いますけど。あともうちょっとで爆破。そう、爆破でもね、あと市役所と駅も毒ガス、なんだ、毒ガスがばらまかれるっていう、ヘリウムガス、ヘリウムガスだっけっていうね、来たんですよ。はい、ね、どうですか、これがだから今の話で、はい、これがね、昼、朝じゃないってことが皆さんにバレバレなんですけど、はい、でもみんなその目覚めのさ良さから絶対朝じゃないでしょって分かってるよね。あんなキラーンなんて起きないでしょ、だって普通おはようみたいなでもなんかそれらしい風に撮ろうかなと思って、まあ半分は寸劇というか
そんな感じで撮ってみました。だってリムお団子してる。そうお団子です。まあただねちょっとね学校ね一日お休みしたっていう、まあ、動画には変わりはないんですけど、はい、まあちょっとねいつもテーブルのとこでなんかあれだから今回はこういう感じで、たまにはこういう感じもいいかなと思って。パパがよくしてたの。ん？髪がボソボソで。髪はねボソボソ。本当起きたばっかり。起きたばっかりというか起きてお風呂には入ったのか。朝起きたばっかりとか言わないでよ。起きてちゃんとご飯食べて、うん、お風呂入って勉強したりちゃんとします。でもほら髪の毛は別にさこうなんかドライヤーした、ね、あのコテとかで巻いたわけじゃなくて。巻いたわけじゃないよね。そういうことも一切今日はねしてないので。ないです。でもリミちゃんはちょっとね前髪が長いから目が悪くなっちゃうんで結んだんですけど。ね前髪だけ上げてね。はい、ということで、まあでもこの動画がいつアップされるかはまだわからないので、リアルタイムではないです。はい。はい、なので、まあ、あまり皆さんこう、検索しないどこに住んでんのなんてね。ならないように。まあでも、千葉県の中でもかなりいろんなところが、ね。やられてるみたいなので、まあ、大丈夫かと思うんですけど。ねえ、はい、リミの住んでるところだけバーンって爆発したら、ね、どうする？怖いね。学校にいた人死んじゃう。あと15分で爆発する。やばい、みんなどうする？15分で爆発予告の時間が来ます。はい、ということで何の動画かわからないですけどとりあえずこの動画が公開されてたら無事だったということだね。そうですね、うん、この動画が公開されてなかったら爆発してしまったということになりますね。どっちでしょうか。どっちだろうね。ね、無事公開できるといいね。ね、まあ、リアルタイムでは公開してないのであの、まあね、過去のことになっちゃうんですけどこの動画が公開される頃は。はい、はい、ね、いいね、あと15分で爆発しないことを願おうということで、あの怖いのでこの辺でね、動画撮っててバーンとか言ったら怖いのでね、やだここでちょっと締めたいと思います。はい、ということでそれではバイバーイ。バイバーイ。ここ本当眩しいよね。ん、眩しいよ。